どもども、試験に出る三国志、のお時間だぜ。今日もよろしくね。以前、古代中華の一般人の生活、といった題材で解説動画を作成したわけなんだが、今回はその派生となる内容なんだぜ。まあ、派生とは言っても、前回の続きってわけでもないし、この動画からでも気軽に見ていってくれると助かるぞい。それでその派生って、どんな内容を話すつもりなの？前回は冠婚葬祭に関する、古代中華の人々の話だったけど。今回はその中でも、結婚、のあたりをメインテーマとするぜ。まあ、結婚というよりは、恋愛や色恋のあれこれの話だな。結婚はどのように行われたのかという順序立てた形式の話や、恋愛話とかエッチな話とか、そういうのにも触れていくぞ。古代の中華に暮らしていた人々は、どのように恋愛を育み、結婚に至り、どのような夫婦生活などを送っていったのか。古今東西、人類の歴史に常に彩りを添えてきた恋のあれこれを解説していくぞ。ちなみに参考書籍は概要欄に記載してるぜ。恋愛経験が皆無に等しい投稿主にそんなことできるのかしら。古代じゃなくて、恋人がいない現実を見た方がいいんじゃ。そんなわけで今回は5つの項目に分割して、古代中華の恋愛事情を紐解いていこうと思うぜ。いつもの通り、個人的な考察やら視点も含むので、そのあたりについてはご了承いただけると幸いだぜ。動画の最後におさらいテストもやっているから、コメントなどで回答していってくれると嬉しいわ。というわけで張り切って解説へレッツラゴー。さてさて、それじゃあ最初に結婚の手順についてざっと解説していこうと思うぜ。確かに恋バナは楽しいけど、いわゆる世間の婚姻のルールみたいなものに従っていないと、恋愛すら難しいわけだしな。それは今も昔もさほど差異はない。今は結構、自由恋愛とかそういうのが主流な世の中だけど、親とか周囲に祝福されない結婚というのは苦しいものだしね。漢王朝が中華を統治していた古代にあった結婚の作法だが、当時、理想とされていた手順というのがあることにはあったぜ。まず当時の人々の倫理規範であった儒教の例を参照すると、男は30、女は20が理想の結婚適齢期とされていたとか。ただ人口増加を目指す国家の思惑や当時の死亡率を考えると、儒教の理想は少しのんびりしすぎているように思われていた。そのためこの時代では、男はと4から20、女は10層からと6あたりが平均的な初婚年齢であったとされているんだぜ。10層と4って、今で言うとまだ中学生くらいの若さよね。ちなみに独身投稿主はつい先日、26歳を迎えていますです。そして基本的に、親が子供の結婚相手を決めるのが普通だった。婚姻を結ぶというのは、男女の両家が強く結びつくということ。気に入らない家同士でくっついてしまうと、揉め事が多くなるぜ。特に出身や血縁を重んじるこの時代では無視できないものだった。極論だが、相手の家の人間が滞在を犯せば、それに連座する形で、自分も処刑されるという可能性もあったわけだ。それを考えると、親同士が子供の婚姻を決めてしまうのも当然といえば当然だろう。だが見込んでいるくらいなら相手は選ばん、という考えもあったぜ。まあ、子供を残さずに血脈を絶やすのは最大の親不孝だ、みたいな価値観の時代だしね。独身の肩身は今より狭かったと。というわけで、まあいろいろと前準備を終え、ついにいい結婚相手が見つかったとして、どのようにして結婚にまで進んでいくのか。現在だと相手の両親への挨拶だったり、結婚式の準備だったり、役所への届け出だったりと、まあ、いろいろと手間がかかるんだぜ。それじゃあ当時の結婚までの儀礼はどのようであったのかだが、納采、問命、納吉、納美、正規、神芸、があったとされる。簡単に言えば、求婚の贈り物をして、占いをして、結納の品を送って、また占って、新郎が新婦を迎えに行く、って感じだぜ。今も昔も色々と大変だったのは変わらないということか。それにしても結構、やらなきゃならない儀礼が多いわねー。これもあくまで理想の形なわけで、一連の儀礼をちゃんとやろうとすれば、お金も時間もたくさん必要だったみたいだぜ。だから農民だったり下級役人は、これらの儀礼を簡略化して、近隣住民を集めての披露宴くらいしかできなかったみたいだな。
他にも対等な男女関係というわけではなく、当時は奴隷制度があったことから、女奴隷が主人と事実婚の関係にあった例もある。この場合は正式な結婚ではないから儀礼なんかもなかっただろう。まあ、そのあたりは現代の感覚ではわかりづらいものなのかもな。奴隷制度であったり、正室とか側室とかもいたり、確かにそのあたりの感覚は少しわかりづらいものはあるかも。というわけで次は、普通の恋愛、とはどういうものだったのか。そのあたりについて、ざっくりと触れていこうと思っているぜ。まあ、そもそも、普通、とは何なのか、恋愛、の定義とはどういうものなのか、とかを考え出すとキリがないわけで。とりあえずだが一般論とか多数派の定義で考えると、現代での普通の恋愛の形といえば、学校や職場や友達の紹介なんかで、男女が知り合って関係を近づけ、恋人になるというのが、マニュアル的な答えなんじゃないのかなー、とは思うぜ。そもそも投稿主が属性から離れたぼっちだから、このあたりの定義を求められても、はっきりとした答えが出るわけないのよ。先ほど、当時の結婚は両親が決めるものと紹介をしたんだが、まあ、人間誰しもがそんなに堅苦しく生きていたわけじゃない。テレビもネットもゲームもない、極端に娯楽の少ない時代だ。そんな中で自由恋愛すら禁止するのは少し難しいものがあるぜ。例えば、路上ナンパ、だ。テレビもネットもゲームもないし、常に畑仕事やらで外に出ている農民たちは好みの異性を見かけると、とりあえずナンパをしていたみたいだぜ。そこで相手側から拒絶されなければ、デートにまでこぎつけられるって感じだな。ほへい、2000年も昔の異国でもナンパってあったのね。ガチガチに儒教の儀礼に縛られているってわけでもなかったと。三国志で有名なあの曹操の正室である弁士は、もともとはただの宴席で歌を歌う芸者であったとか。それを考えるとおそらく曹操は、宴席の場で見かけた弁士をナンパして嫁に迎えたとも考えられる。もしくは後日、正式に手順を踏んで求婚したのかもしれないが。他には、とある農作業をしている夫婦がいて、夫の方が仕事中に通りがかりの女性をナンパしてると、妻の側もまた同じように、見知らぬ男性から声をかけられていた、なんて話もあったらしい。当時では意外とこうした風景が一般的だったのかもしれないぜ。なんだか急に、古代の風景が身近に感じられた気がしたわ。時代が変わっても、人間という生き物は変わらないのね。ただ貴族や名門といった家柄の上流階級に生きる子息たちは、家も厳しかっただろうから、気軽な出会いはなかっただろう。じゃあそういう生まれの人たちはどうしていたのかというと、詩歌を送り合って恋愛感情を募らせていた、なんて話があるぜ。高い教養があって、軽々しく外に出られない身分だからこそ、こうしたアプローチがあったんだろう。とはいえ顔が見えないため、いざ対面してがっかりした、なんて話もよくあったらしいぜ。出会い系のプロフィール写真詐欺に似た構図のようにも見えるな。ますます今も昔も、人間は同じ過ちを繰り返していると、過去の偉人だってきっと、こんな黒歴史があったのかもね。とはいえ無秩序な恋愛がはびこると風紀が乱れるということで、儒教では夫婦でさえ部屋、衣装だな、風呂を分けるべきとされた。漢王朝は儒教を官学としていたため、色恋の規則は厳しかったし、白昼堂々と好き放題にイチャつくことはできなかったとは思うぜ。もちろん、こうした色恋沙汰で捕まることもあったわけだから、ナンパだってノーリスクというわけじゃない、ってことだな。役人の目が届かないところで、リスクにハラハラしながら、男女は思いを交わし合う、みたいな恋の形だったんだろうぜ。そういえばそもそも自由恋愛じゃなくて、親同士が決めるお見合い結婚が一般的だから、その苦しみもあったのかもね。それじゃあ次は、男女の差、について触れていこうと思うぜ。この当時、男性と女性の社会的立場には差があったとされている。つまり男性の立場の方が強く、女性の立場の方が弱かったんだ。一夫多妻はあっても、その逆があったという話は聞かないからな。例えばさっきのナンパの話にしても、別に男性は未婚であれば、未婚の女性と関係を持っても非難を浴びるようなことはないが。女性の方はやっぱり、異性と遊んでると非難を浴びたわけだ。あ、ちなみに相手が既婚者の場合は、両者が罪に問われたぞ。生物的に女性は世継ぎを身に宿すわけだから、理屈としてわからなくもないけど、でも釈然としない気持ちはあるわね。
これもまた時代の差というやつだろうぜ。加えて、社会的な話だけでなく、法的にもやはり女性の立場の方が弱かったんだ。政治や軍事が男の世界だからこそ、やはり世の中のルールも男性優位の仕組みに自然となっていたという感じなのだろうぜ。とはいえ男性かおまけの働きをする女性もいなかったわけではない。あの三国志の名将、馬超に抗い戦った列女、王位、であったり、三国時代を終え、精神王朝の混迷期に突如として現れた女性武将、李秀は、わずか10代半ばで異民族の侵攻を防いでみせたんだぜ。例外的な傑物は確かにいたけど、やっぱり戦争と政争の時代に、女性が社会進出を図るというのは厳しいものがあったのかもね。さて、話をぐぐっと戻そう。今回の動画の主題は、恋愛事情だ。モテる男女と、モテない男女の差、というのも見ていこう。まあ、まずは何と言っても、見た目、だ。それに尽きる。いつの時代もイケメンと美女は異性の羨望を集めているわけだ。映画、新解釈三国志、では、ぽっちゃりとした女性が古代では美女であると定義づけられていたが、漢代での美女の基準は、色白でスラッとした女性だという記録があるぜ。ふくよかな体型で美女と呼ばれた、楊貴妃は、東大の人みたいだしな。そういえば三国志の義の名将、宗信は、宴席でデブって馬鹿にされてたし、確かにあまり良くは思われてなさそうかも。対してイケメンの定義はというと、これはちょっと難しいぜ。三国志の記録でも、容姿端麗、と評される男性はいたとしても、その定義がわからない。塩顔とか醤油顔とか、なんかそういう基準があればわかりやすいけど、そういう話も特にないぜ。義の哲学者である、カーン、は色白で中性的な感じのイケメンだったという話もあるにはあるけど、まあ、よくわからん。ただイケメンと称される人たちの特徴として、立派な体格、が共通してはいるぜ。つまり高身長がモテたってわけだ。とすると男女ともに、モテる外見のタイプって、今とそんなに変わっていないのかもしれないわね。あと他には、関羽とか帝育に代表されるような、立派な髭、や、自身の能力を示すための、知性、や、財力、も高得点だろうぜ。曹操は身長が低かったことを、劉備は髭が薄かったことをコンプレックスに感じていた、なんて話もあったりするぞ。ちなみに当時は外見も立派な個人の能力であったとされるため、高級官僚ともなると、誰もが立派な外見をしていたんだぜ。魏の名臣の淳育や、呉の名将の周瑜が美形という話は有名で、あの諸葛亮も高身長であったという記録も残ってるくらいだ。当時の女性たちは、そういった男性たちに憧れを抱き、密かに思いを寄せていたのかもしれないってわけなのね。というわけで次は一番、皆が聞きたいであろう話題について触れていこう。恋愛に触れる上で避けられない話だろうぜ。古代の夜の営みとはどのようなものだったか。それを知る上で非常に興味深いものが、傍中術、と呼ばれる古代医学だな。男女の性交は、人の健康に深く関わりがあるものと考えられ、長寿や不老不死のために性交を研究したものを傍中術と呼ぶぜ。例えば三国志で有名な仙人である、佐治、なんかは、傍中術のプロとして民衆や知識人から支持を集めていたなんて話もある。人々の佐賀への探求心は、古来より続いていたってわけね。それでその傍中術って、どんな内容のことが書いてあるの？先にも述べたが、当時の儒教の価値観として子孫を残す、ということが重んじられていたため、自然とこの傍中術でも、健康な子供を産むためにどうすればいいか、という視点での技術などが書かれているみたいだぜ。不老長寿も含めてな。どのような内容なのかは流派によって多したようなわけだが、出土した書籍には、女性器に関すること細かな記載があったとか、より詳しい話をしようとすると、超自然的な、哲学チックな話になってしまうため、ここではあえて省略しようと思うぜ。まあ、医学とおまじないがひとまとめになってた時代だしね。それで傍中術の存在は分かったけど、なんだか少し物足りないわ。そうだな。古代にて性に関する目立った逸話といえば、漫画、キングダム、にも出てきた巨根宦官、老愛、とか、あの劉備の先祖とされる前漢の中山西王の優勝、も有名だろう。ただ、そんな性豪の話をするのは、少し主題とずれてくるかも。そういえば、古代中華では、同性愛、の記録も多かったりするぞ。
ちゃんとした避妊具の技術がまだ確立されていなかったためか。男女での性交は、望まれない子供ができる可能性があったぜ。そういった境遇から同性愛は別に珍しい話でもなかったのだろう。貧しい中で子供が増えると養えないだろうし、高い身分だと、不用意に世継ぎが生まれるといえ騒動の元にもなっちゃうしね。例えば男性同士で有名な例といえば、前漢の相手が挙げられるぜ。相手は美男子である、刀剣、に惚れ込み、寵愛したとされるぞ。自らの腕枕で寝る刀剣を起こさないように、わざわざ自らの袖を切り離して、相手は寝台から出たという逸話もあるほどだ。そして女性同士の例もあった。というのも宮殿に仕える女性たちは、生涯、皇帝くらいしか男性と接する機会がなかったとされるぜ。そのため女性同士で慰め合うこともあり、棒の両側が男性器を模した形となっている聖具が、出土したりもしているんだ。いろいろと制約のある立場で、同性愛は生まれていたというわけね。ここら辺は現代に生きる身からすると、新鮮な感じがあるわ。このように当時の同性愛に関しての差別というのは、あんまりなかったのではないかとされているぜ。非難を浴びたとしても、それは性に溺れていたり、こうなしていなかったり、というような理由が主なものであったと思われる。ただ上流階級に暮らす人々は、その財力を使って多くの女性と関係を持つのが一般的であったぜ。一夫多妻も許されているしな。この時代にも遊郭のような施設はあったし、戦時中においても、将兵の慰労のための売春施設が建ったという話もあったりするぜ。一夫多妻制には、戦争とか病気で旦那を亡くして身寄りのなくなった女性を助ける目的もあった、なんて話も聞くわよね。もしかしたら三国志の覇者、曹操、も、そういう目的で未亡人を多く囲っていたのかもしれないなぁ、とも思うな。人妻好きとかなんとか言われてるけど、妻や連れ子に対する援助は非常に手厚かったみたいだし。援助、の件は擁護しづらいけど。生きている環境や時代はちょっと異なるところも多いけど、いろいろと試行錯誤しながら、当時の人々も欲を満たしていたのね。それじゃあ最後は、妊娠と出産、の話について触れていこう。十分な医療環境も整っていないような時代であったからな。出産はとても大変であったと考えられるし、幼児の死亡率も、やっぱり今と比べると桁違いに高かったとされているぜ。五冠の歴代皇帝を調べてもわかるけど、皇帝のような身分でも、その子供が創生する確率は高い。政争の影響もあるだろうけどな。加えて貧民の身分であれば、働き手にならない女の子の幼児は、本当に残酷だが、間引かれる、こともあったとされているぜ。すごく厳しい、そして過酷な環境で、赤ん坊は生を授かったと。平穏に暮らせている今の環境のありがたさを、忘れちゃいけないわね。もちろん、赤子といえど殺すのは大罪だ。しかし例外もあった。それが、何らかの身体的な障害を持って生まれてきた赤子だ。まあこれは善悪の話ではなく、こういう時代もあったのだということを胸に留めておいてもいいのでは、と私は思うぜ。さて少し話を移し、妊娠が分かった後に母親がどのような生活を送り、何に気をつけていたのか、という話をしていこうかな。前漢時代の墓から出土した書物に、泰山書、というものがあり、ここに妊婦の養生法や、男女の産み分けの記述があったとされる。男女の産み分けの方法って、そんなことができるの、つまり生まれてくる赤ん坊の性別が選べるってことよね。そのあたりは、医学がまだ発展していない2000年以上も昔の話だぜ。科学的な根拠のない、おまじないのようなものだと思ってくれ。例えば妊娠3ヶ月未満にスズメの卵を2つのメバ男子が生まれるとか、月経から1日のちに性行為をすれば男子で、2、3日後は女子とか。当時の妊婦は、ある程度この原三書に基づいて、子供の安産を願ったのではないかと思われるぜ。また妊娠の過程においても、1ヶ月目は精のつく食事をとり、2ヶ月目は生物や辛味を避け、3ヶ月目は猿を目撃しないよう配慮すべき、などの記述がある。確かにおまじないのような話が多いような気もするわね。猿に関しては、何か不吉だったりするのかしら。3ヶ月目で赤子が母体で人の形を形成し始めると考えられていたとされ、母親が目にしたものに影響を受けると思われたわけだぜ。だから猿を目にしてしまうと、赤子が猿のような姿形で生まれてしまう、という風に考えられていたわけだな。出産に関しても、
当時は出産が不条なものとされていたぜ。生まれた赤子は全身を清らかな土にまぶして湯浴みをさせることで健康体になるという話もあったみたいだ。とはいえこれも手法の一つで、他にも多様な妊婦の養生法や出産手順があっただろうな。何にせよ、とても苦労していたということはよくわかったわ。しかも赤ん坊が生まれてもまだまだ気が抜けなかったと思うし。そうだな。子育てに関してもやっぱり少し現代の私たちとは感覚というか考え方が違う。というのもこの当時の子供はやっぱり労働力なわけだ。親は親であると同時に職場の上司で、師匠で、先生だぜ。だからこそ子は親に孝行を尽くしていた。儒教では子は親に孝行を尽くし、親は子を慈しむことが理想とされていたわけだが、こういう時代背景があったからだな。だからといって子供が粗末に扱われたわけでもない。というのも世継ぎは非常に重要だったから、長男は特に大切にされたらしい。へえ、でも、流砲とか流儀とかは戦で敗走している最中に、子供を馬車から投げ捨てたり、置き去りにしたりしてたわよ。あれは極論だ。理屈としては親が生きていれば、世継ぎはまた産むことができるってやつで、まああれはもちろん、普通じゃないぜ。とはいえ乱世の英雄として生きる人物が、まともなわけがない。流砲や流儀の感覚は、あくまで異例中の異例だと思ってくれ。当時の普通は、やっぱり世継ぎは非常に大切にされていたわけで、両親だけでなく、親戚や近所の人たちが皆で面倒を見ていたとか。だからこそ遅延や血縁が非常に重要視されていたんだ。それは貴族であっても同じでしっかりと親も子供の世話をしたらしいぜ。へえ、乳母とか教育係とか、そこに丸投げしていたってわけでもなかったのね。まあ、皇帝とかになると話は違うのでしょうけど。三国志を例に出すとすれば、蜀漢を滅ぼした天才武将、蜀懐は、厳格な母親から直々に英才教育を受けて育ったとされているぜ。有名な儒学者である孟子も、母親の英才教育に大きな影響を受けているという逸話も多い。孟母三迁とか孟母断気とかだな。母親は勉強を教えて、父親は仕事を教えていたってことか。2000年も昔の話をこうやって知れるのは本当にすごいことよね。それじゃあ、今回の動画のおさらいテストだぜ。これが解ければ試験に三国志が出ても安心だ。とりあえず、楽しんでいただけたならとても嬉しいぜ。個人的な解釈も結構含んだ解説になっているので、別な意見や詳しい話があれば教えてくれるとありがたいぜ。こんな三国志の人物、戦争、文化などを解説してほしい、みたいなリクエストは、コメント欄で募集しているわ。いければぜひ、教えてくれると嬉しいです。それじゃあまた次回。バイバイ。